2割5、6分持ってない立教から来た選手が契約金8000万もらったんだよ。信じられない。ミスターパーフェクトマイキャラ。広沢克美さんです。1984年のドラフト1位で日本ハムファイターズ、西武ライオンズ、ヤクルトが競合し、抽選の結果ヤクルトに入団されました。契約金8000万円、ヤクルトでは大杉勝夫さんの引退後、有望な選手が入団するまで保留欠番となっていた背番号8を与えられました。それ間違ってるね。あら、俺らは契約金7000万円。あら、修正ポイント。ところが、はい、その3年後に入ってきた2割5、6分持ってない立教から来た選手が契約金8000万もらったんだよ。立教、名前は言えないんだけどさ、立教から立教から来た選手ね、しかもドラフト1位だよ。はい、信じられない。それだってお家柄が良かったからそういう評価なの。ドラフトってそういうこともあんだ。それじゃ仕方ないな。家柄も大事になる。家柄も対象になるんだ。もうだからね、一茂の話になってくるともう言っちゃいましたね。ヒロさんはやっぱり比べたくなるんですよね。いやでもね、何のその税金の知識もない人間なんで。契約したら小切手もらえたの。はい、小切手ね、昔現金だったらしいんだけど、小切手にもう忘れちゃったんだけど5000何百万って書いてあったの。えっと思って、俺騙されたんだと思って。だって7000万で契約してるんだから、はい、7000万ってもらえると思うじゃない。7000もうドロロってね、はい、それがなんだっけ、その所得税だとか、なんだっけ、なんとか税を引かれて、試験民税とか、いやいや、試験民税じゃなくて、なんか最初に払う税金あるじゃない、はい、なんだろうな、なんだっけ、固定資産税ですか、違う、例えば今、20万額面でもらうのか、ほら、税引き後にもらうのかあるじゃない。なんだっけ、厳選、ごめんなさい、厳選されて。5000何百万だったかもう忘れちゃったけど、いや2割でしょ多分。だから5600ですよね。あれはね、俺私もらったんだけど、俺騙されたんだって一瞬思った。なんで残りのだから1400万はいつもらえるんだろうって思うよね。だってちゃんと7000万って書いてあるところに反抗して自分の名前をして、またなんか印鑑だって印紙貼ってるところにも印鑑をして、こうやってやってるんだよね。で7000万って自分を見て、年俸が600万だった忘れちゃった。まあ月50万ぐらい。そう、最低一軍の最低保障。それがパッて見たら5600万で、それはもうびっくりしたね。騙されたと。でもすぐに源泉の話をしてくれたらね、その後ね、ちょっと最後に「なんで僕7000万ってもらったんですよね」って言ったら「ああ」と笑いながらこれはで、俺はね、完璧にさっき言ったさ、その所得税も払ってると思うじゃん、試験民税も、はい、全て終わったと思うじゃん。だって7000万から1400万も引かれてんだよ。それ全部払ってると思うじゃない。ところが当時のさ、消費税導入前なんで、埼玉県人になったんで試験民税が55、うん、で、あ、だから、トータルで55、国に55、うん、で試験民税が10何パーで、最高税率もうだから70% ぐらい納めなきゃいけない。65ぐらいは。すごい時代だったよね、俺たちね。返してもらってないってことなんだ。ああ、そうなんですね。なのにさ、どっかに寄付したりさ、こっちが払ってさ、こっちは向こう税金払わない。これはその分まで税金払ってんだ、こっちはね。そうなんです。ただ、小山高校に払って、明治大学に払って、小学校、中学までも払ったりだとかっていうのもさ、やっぱりプロ張りするんで、まあ、あとはそこで入ってから稼いでくれっていうふうに言われるんですけど。保証ねえだろうとか思いますけどね。まあ最初にびっくりするのは税金だよね、プロ野球選手になって。ああ、でもやっぱりこのチャンネル出てもらった権藤さんとか貞岡さんたちの時代は現金でもらったんで、もうやっぱり現金はやっぱりもうすごい力があるみたいですよ。もうごねてた親とかがすぐに変わるって言ってました。現金が現金ドンと来たら見たことないから、みんなすごい束じゃないですか。それでもやっぱりもうみんなやっぱり尊敬もされるようになるし。マキさんの最初の給料も銀行振り込みもでした。はい。でも足んなかったですね。僕最初にいろんなもの買っちゃったりなんかしてすげえ足んなくて、2ヶ月目に親に仕送りを最初の時に仕送りしました。親になんか買ってあげた。そうですよね。で俺2月目に送ってもらったことがあるんですよね。お金を足らないからっつって、そんなはずじゃなかったんだ。いや家具とかいろいろ買っちゃったり、あとグローブとか、バットとかのお金も払わなきゃいけない時代もあったんですよ。マキさんの時も最初の給料は2月に出たよね。2月出ました。はい。もう学生だったからまだそうだ、学生だったんで2月に学生ってさ、月々5万でやってたの今まで。5万円、はい、これ5万円でやってたのが急に50万とかの取材の受けた金額がバッてきた瞬間、すごい金持ちになったような気持ちになったね。なりますね。で当時って一つインタビュー受けると、取っ払いでディレクターみたいな人が来て「サインして」っつってもサインしたら、現金入ってるんですよね。入ってた。3万円とか1万5千円とか、もうそういうのがもう何社も受けるともうすげえ現金で入ってる。時々ユニフォームのさ後ろポケットに入れてそのまま振り出した汗だくだくになってもうそんなのありましたね。あれいい時代だわ。あの頃にだから友人と一緒になんかご飯食べに行くと絶対払わされたね。ああ、そうですか。持ってるだろうっていうことですか。で一緒にドラフト1だった武田もいたので、武田はこんなことを送ってくれた、ここで送ってくれたなんなるから、お前はどこで送るんだよとかね、いやなるよね。まあまあでも実際、その後もたくさんヒロさんは年俸が上がっていったからいいじゃないですか。武田さん下がっていったんだから、そんな2人に武田さん下がっちゃったでしょ。学生時代は野球だけでなく柔道も経験しており、中学時代には柔道部で北関東準優勝をしております。有段者であるということで、柔道の腕前は栗田敦也さんによりますと、パウンド・フォー・パウンドなら小川直也にも勝つレベルであったかもしれないという文言がここに残っております。そして相撲にも造形があり、ヤクルト時代はキャンプ中に若手と相撲を取って子供のように投げ飛ばしたこの話はどうなんですか。ちょっと古田敦也ちょっとお店だったんじゃないかなとちょうどヤクルトはずっとキャンプをユマキャンプってアリゾナのキャンプにやってる時に、湾岸戦争なんで多分93年かな、92年か93年どっちだったかな、湾岸戦争があって。生まれてた？生まれてます。生まれてた、はい。で海外に出ちゃいかんっていう国のお達しがあって、ちょうど宮崎のサイトでキャンプしたの。でもうみんなさ急にやったからもうタコ部屋なのよ。でも若手がタコ部屋で、俺と古田敦也と2人部屋だったかな。あとは若いのがもう8人ぐらいでタコ部屋になっちゃうのよ。でタコ部屋なんで布団がまあなんかこうこのぐらい立ってるわけだ。そこをお風呂に行く時に広沢さん、あいつがなんか大丈夫なんですかって「分かった」っつって俺が呼んで「じゃあ相撲やれよ」っつってでこう投げてたって話なんだ。子供のように投げ飛ばしたっていうのは。で本気で相撲やろうっつって相撲をやるんだけども、ちょうど一番そのぐらいの若手が高津慎吾だとかさ、あとはほら真中だとか、こういう若手がいたわけだ。そうで真中は投げられた口ですね。じゃあね、いや投げた覚えがないんだけど投げられた高津慎吾もそれもかなうわけないですよね。ヒロさんのこうどっしりした腰と、もうめちゃくちゃやっぱ俺多分相撲界行っててもかなり140、50ぐらいまではできる自信あるでしょ。体としてそんなことない。骨太いからゴーンと。そんなことないんだけど、確かにそれね、言われる、古田敦也に古に言われるまで俺忘れてて、はい、なんかこの間なんかの番組に「してましたよね、こんなことしてましたよね」って言われて、あ、してたかもしれないって思い出した。投げてたやつ。投げてた。俺相撲やってたって。野球界では山崎武史と広沢さんのマッチアップが見たかったね。武史もすごい相撲すげえ自信あるわけ。この今まあ今こう年齢がだいぶ経っちゃったけど、ちょっと当時やらせてみたかったこのマッチアップだよね。二人ともやっぱりホームランバッターなんだよ。そういうもんなんだよね。広沢さんも何サイトもみんな相部屋だったんですか。相部屋だった。もう急遽なので、もうほとんどプレハブみたいな予感だったね。でも信じられないんだけど、ジャイアンツに来た時に広沢さんも、俺らと同じとこなんだけど、広沢さんも相部屋だったのよ。そう。あれびっくりしましたね。今もないですよ。僕らもそういうのはあったんですけど、96年ですよね、広沢さん来た。94年、5年に来たんですよね。95年に来た時に広沢さんの部屋は相部屋だった。で広さん相部屋で、すごいこう和室の部屋だったんですけど、今度は私物がなくなる。いやでもね、一人部屋は落合さんしかいなかったよ。うん、そうです。落合さんだけですよ。落合さんだけ一人で鍋をね、そう自分の部屋に鍋運んで、一人でそこで一人でおばちゃんと一緒に食べて、俺ら地下1階でみんなで食べて、地下1階だったの。地下1階ですよ。はい。で食べて上がってきて、落合さんの部屋パッと覗くとまだ食ってる。おばちゃんと一緒にこうアク取ってる。落合さん一人で食べてたね。食べてた。すごい。それでヒロさんが一人の部屋で、はい、まあある事件が起きて、はい、まあ要するに広沢さんのなんか私物とか、はい、まあちょっとした福沢諭吉さんが亡くなったりするんですよね。大問題。大問題。今思い、それも思えばそうだよね。覚えてる。それでさ、俺らに相談してくるわけ。はい。ね。まあみんなにも言ってるけどね。俺脇甘くてさ、なんかこういうことってあったっていう感じなわけですよ。いやないですよ、ヒロさん。そんな聞いたことないですよって。いやでも俺はね、こういうのは許せない。じゃあちょっと俺今から電化製品屋行くっつってさ、はいはい、ビデオ買ってきた。なるほど。お前よく覚えてんだよ。あったかもしれない。監視カメラをね。あったかもしれない。監視カメラを。だって部屋全部開けっぱなしだから。フロア貸し切りだから。でヒロさんね、俺はこれで買ったと。つけたんですね。はい。俺で大丈夫だっつって。で。休み前になるとスイッチを押してつけてたんですよね、内緒で。よく覚えてんね。これでヒロさんの治安は守られたって。そこからはそこから何もなかったので、ヒロさんもね、安心しちゃったんだろうね。2週間くらいした時に早いですね、電源を入れないで飲み行ったらそこでなくなった。いやでもね、脇が甘いんだよね。結局その、取られた金額が、はい、そのビデオ代よりもまた高かった。